どんな未来を描くのか、どんな島を子供たちに残すのか、どんな世界で生きていきたいか。ここは一体どこなのだろう。大地の記憶があり、そこで育まれた恵みがあり、絶やさないでできた文化があり、今も暮らす人がいる。そして未来へ続く意志があって、沖はできている。沖にしかできないことは何だ。沖諸島が誕生して600万年、現人口は約19000人。その力が合わさったなら、どんなことができるだろう。沖にしかできないものを掲げよう。掲げることで人は見上げる。見上げれば光がある。光に人はやがて集まる。46億年の歴史を超えて大きな光になろう。どこにいても見つけられる灯台になろう。帰りたい場所になろう。世界で一つの沖にしかできないことがある。